ね。まずは9日に投開票された知事選で圧勝し、今日登庁セレモニーを予定していた鈴木直道知事、お祝いムードは今朝のミサイルで吹き飛び、危機対応に追われる2期目の幕開けとなりました。1秒たりとも動静に空白を開けてはならないと、これまでも危機管理対応に万全を期すとお話をしてまいりました。ありがとうございます。ミサイルに対応するため今日道庁で予定されていた鈴木知事2期目の登庁セレモニーは中止、当選証書の交付と職員への挨拶だけが行われました。道民の皆様の命、暮らしを守り抜いていく、北海道の確かな未来を作っていく、このために必要だという政策を盛り込んだわけであります。鈴木知事の2期目の政策をめぐっては、投開票日の夜の中継インタビューの際、鈴木知事の陣営が報道各社に知事に個別の政策で突っ込んだ質問をしないよう取材に制限を加えました。このため HBC は番組内で知事の中継インタビューの実施を見送っていました。知事の陣営は道議会とも議論が必要なので安易に中継インタビューで断定的なことは言えないと説明していました。そんなことは受けられないと。今日知事選の後初めて行われた記者会見でこの対応を問われた鈴木知事は、その当日ですけども、この報道各社の皆様の各番組のご都合などもあって、この時間帯に来ていただきたいなどのお話もいただいたところですけども、なかなか時間の限りがありますので、皆さんのご希望に対応することも難しい状況もございました、はい、HBC はこの会見で9日夜に質問できなかった個別の政策について知事に問いかけました。開票調査に進む際には、道の条例を踏まえて反対するという姿勢をずっと貫いていらっしゃいました。そこでお聞きしたいのは、とはいえ現状でこう増えていく核ごみについてはどのようにするべきなのか。私としては寿都町や釜石内村においてこの文献調査、これが終了の後仮に概要調査に移行しようという場合については、条例制定の趣旨を踏まえて現時点において反対の意見を述べる考えに変わりはありません。道としては引き続き国や入門に対して全国においてこの最終処分事業の理解促進に向けた取り組みを一層加速していくよう求めていく必要があると考えています。核のごみ最終処分場の選定に向けては尻部市の寿都町などで現在文献調査が行われ、報告に向けて詰めの段階です。次の段階の概要調査に進むには知事の判断が求められ、丁寧な議論や説明が求められています。これは本日